僕が今までやった展覧会の中でも一一番番複複雑雑なな展覧会一番複雑なプロジェクトでした僕自身はすごいあの誇りを持ってますしあのこのプロジェクトをやってあの非常に勉強することが多かったのはやはりそのフランスのこういうある種の権威の中でえ何かの大きい事業をやる時には多くの政治的なこう障壁があって。 それをまあ結構多くの人数でまあ突破していかなきゃいけないっていうことを学べたのでそういう意味ではすごいこの事業をまあ行えることがあの誇りに思いました。 あのもちろん根源的な意味で空間を全部支配してまあ何かの,そのものを表現したいという気持ちは同じでしょうけれどもやはりあのできてくるその発生するポイントが違うと思うなぜかというとこちらでは3リーディメンショナルなものを疑似的に作り上げるもしくは立体的なものはより立体的にというコンセプトがありますが日本ではアジアの中でも特別に 平面的に物事を解釈するような歴史がありますなので空間を支配していくその作り方においてもまあそこのカーペットの間でもそうですけれども僕は何か折り紙を作るようなパタパタパタッとこう折りたためるようなそういう空間を作ってるのでそれは随分フランスの文化と日本の文化は違うと思います。 あのインターネットの発達によって、えー、皆さんも自分自身で感じていると思いますが多分人間の知能が爆発的に今発達してしまっていますつまり例えば映画を見るにしてもテレビを見るにしても単純なそのお話ではもう満足できなくなってきたその単純ではないもっと複雑なゲーム知的なゲームを楽しみたいということで多分あのアートの世界が今大きく注目されていると思います あの僕ら表現者、まあ、文学でも音楽家でも映画監督でも何でもそうですけれども今からやはり皆さんに何かメッセージを伝えてそれが受け入れられるとするならばその人間の欲望であったりとかそのまあどうう求める世界嫉妬であるとかお金についてであるとかすべてのそういう人間が持っている気持ちをいろんな形で練り上げてあの深いところまで連れていかなければ満足できないと思います。 その意味で今回の「ベルサイユ」での展覧会はその17世紀から面々とつながる美の世界もしくは政治的な非常に複雑な世界そしてその中で僕らの日本人ができる非常に軽妙なあの面白おかしい世界そういうものを全部コンプリートして皆さんが見る時に多分大きな興奮が作れると思ってまあ今回のこの展覧会に臨みました。